こんにちは、ファンです。今日ご紹介するアプリはこちら、はい、京都カメラというアプリです。京都、京都、そう。これはですね、写している色を、まあ、リアルタイムで名前を教えてくれるんですね。色の和名を教えてくれるというアプリです、はい、和名なんですね。そうなんです。だから赤っぽい色を写しても赤とかじゃなくて、なんかツツジ色とかシュアカとかそんな感じで名前が出てくる、ちょっとこういい感じの、いい感じ、漢字の勉強もできそうなアプリです。早速試してみたいと思います。はい、このように画面が出るので、この線の交差している部分を撮影した色に合わせていきます。鼻の色とか出るかな、わかりますかね。こう出てますね、名前は、はい、まさにツツジ色。早い、すごい早いフォーカスが。で、もうどん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 色の状態に、映しているところによって色が変わっていってくれます。まあこう、ここがいいっていうところで合わせて、お、写真も撮れるんですね。撮れます、はい。写真を撮影すると、この後ろの白い和紙風の背景も入れた部分がポラロイド風に保存されるので、結構これも普通に枚数を集めていくと面白いと思います。ぜひ試してみてください。バイバイ。